えば、うん、青木さんって相当稼いでますよね。いやそりゃそうやね。何十億ですよね。メジャーも行ってあるし、でヤクルトでもまた3年契約してるしね。でもね、うん、バカバカお金を使わないんですよ。金銭感覚がめっちゃしっかりしてるんですよ。あ、そうなんや。してる。普通なんかあそこまで行くとさ、うん、いい時計買ったりとかいい車買ったりとかさ、うん、まあ、もちろん持ってると思うんですけど、うん、もっとこうバン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 やってもそれいいじゃないですか、うん、逆にそういう姿俺らに見せてもさ、うん、別にいいじゃないですか、うん、全然見せないですね。あ、そうなんや、はい、見せないし多分そんなんしてないと思う。散財しないタイプ。普通の人の感覚でいるんですよね、あの人は。ケチケチしてるわけじゃないんですよ、うん、あの、うん、何人で行ってもおごってくれるし、うん、美味しいもいっぱい食わせてもらったしさ、うん、でもなんかね普通の感覚っていうか、俺らからしたら嬉しいな、ちょっとすげえなって思っちゃった。それが逆に、はいはい、青木さん今日ちょっと松屋でも行きませんみたいな感じで、うん、おいいよ行こうよって多分言ってくれると思う、うんうん。